コガリポーズチャンネルをご覧の皆さん、せーの、もしもでーす。あけましておめでとうございます。2022年もどうぞよろしくお願いします。ということでね、2022年はいろんなことにトライもしていくし、何より3月の28日にもしもの主催フェス、もしフェスを開催します。コガリポーズチャンネルをね、ご覧の皆さんは もちろんね、キートク兄さん知ってると思うんですけど、なんとキートクも出てくれるので、楽しいね、熱いライブにしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。いろんなことがあった2021年だと思いますが、もしもにとって2022年は起死回生の1年になると思いますんで、みんなとね、いっぱいライブで出会えたら最高だなと思います。それではこれからもよろしくお願いします。下北で会いましょう。